初めてジュエリーを身につけたのが20歳の時でした。両親が20歳の記念にとパールのネックレスをプレゼントしてくださったんですけど、なんか私にとってはそれがお守りのような、なんか両親が守ってくれているような、そんな存在で、こう大事な時に身につけるようにしております。まさかこのような賞をいただけるとは思わず本当にびっくりしているんですけど、このジュエリーのようにこう輝けるようにこれからも精進してまいりたいと思います。ジュエリーをつけると背筋も伸びるし、ここに輝いているものが目の前にもあるような気がして、すごく特別なものなので、こんなジュエリーがこう似合うなんて優勝をいただけたこと本当に嬉しく思います。これからも胸を張ってジュエリーをたくさん綺麗につけれるように、頑張りたいと思います。普段僕はジュエリーを身につける機会がなかなかないので、このような素敵な歴史ある賞をいただけて、そして今日こんなにも美しく綺麗なジュエリーを身につけさせていただいて非常に嬉しく思っているですが、とても驚いてます。歴史ある素晴らしい賞をいただきまして本当に光栄に思います。ありがとうございます。ちょっと待ってください。